東山海塚公園東山海塚所在地東山海塚遺跡は東京都目黒区東山の目黒台北側斜面一帯に存在する旧石器時代、縄文時代早期、縄文時代中期から後期、晩期及び弥生時代後期、古墳時代の遺跡である東山海塚内市は東山遺跡として言及されることが多い目黒区遺跡番号は8 貝塚や縦穴住居跡などがあり、東山貝塚は北区の西ヶ原貝塚、港区の丸山貝塚と並び東京三大貝塚の一つとして知られている。また、地域には駒沢連平城跡等の近現代の遺構も存在する。明治期から該当地域で縄文期の埋蔵文化財が出土することは知られていたが、大正期の宅地造成中における縦穴住居跡の 検出により広く知られるようになる。昭和50年代末から昭和60年代初めにかけての発掘調査により失われていたと思われていた遺跡がまだ残っていたことがわかり、その後周辺地域の開発に伴って断続的に発掘調査が行われ遺跡の全貌が明らかになりつつある。現在東山貝塚公園がある一帯では明治期から貝殻や 土器片などが出土することが知られていた。貝殻の種類は海のものが多く合わす遺産は少ない。目黒川沿いの定地一帯がかつて海であったことを示していると言える。東山遺跡の縦穴住居跡が検出されたのは1926年のことである。当時一帯は駒沢連平城の北辺にあたり人口増加に対応すべく宅地造成のための 区画整理を行っているところであった。私学雑誌第七巻第一号に下村作次郎が報告しているところによれば、測定できたものだけでも6地点に約13箇所、それ以外にも工事の進捗に伴い多数の縦穴住居跡が検出されたという。合わせて土器や石器なども出土した。このことは新聞市場などでも大きく取り上げられ、 東山遺跡の名は広く知れ渡ることとなった。駒沢連平城の造成や大規模な土地区拡理事業等により、東山地区の遺跡は完全に破壊されたと考えられてきた。しかし、1983年、郵便局の新設工事にあたって、縄文中期の土器片などが出土したことから調査が行われ、住居跡などが検出され、第一円辺に沿って、 集落の一部が残されていることが明らかになった。また、1985年の調査によって、弥生時代後期の住居跡が検出され、東山遺跡の年代が、それまで考えられてきた、縄文中期から晩期という年代よりも広い年代に渡る遺跡であることが明らかとなった。以降現在まで、地域で開発が行われるたびに断続的に発掘調査が行われている。 海塚の海層から出土した主な海類は、ハマグリ、潮吹き、アサリ、イソシジミ、ヤマトシジミなどである。海水産の貝と共に海水と淡水が混じり合うような水域で生息する貝が多く、出土している。現在の目黒川周辺の低地は、縄文時代には海であり、東山近辺は、その深い入り江の奥に位置していたと考えられる。遺跡からは、黒台、 アジなどの骨やウロコ、イノシシ、シカ、アナグマ、イヌ、クジラなどの骨も出土しており、狩猟の他に、魚狼も行われていたと考えられる。目黒区内の他の遺跡では、魚狼の跡はあまり検出されておらず、東山遺跡の特色の一つとなっている。東山遺跡にちなみ1979年に、東山海塚公園が設置されている。 公園内には復元された縦穴住居模型があり、区内の小学生が郷土市教育の一環として訪れるなど、地域住民に親しまれている。公園裏の崖からは流水が出ており、公園内に池を形成している。この池の水は目黒川に注ぎ込んでいる。ありがとうございます。